はい、どうもセリカです。今回はこちらのイベント期間限定プリンセスガチャやっていきたいと思います。多分女性プレイヤーの皆さんはかなりツボなんじゃないかと思うんですけど、特に私かなりかなりど真ん中ですこれ。あ、来た！いや、可愛いでしょ。可愛いな、リボンが黒かったらなお良かったっていう可愛すぎる。ちょっとね、このアリスキラキラ目指しながら出たらいいな。親指姫と、いや、今回両方欲しいので、シンデレラ出るまで本当は引きたいんですが、ちょっとあんまり出なかったら一回中断してまた別の機会に回したいと思いますが、いやー、ゲットしたいですね。いや、かなり可愛いですよ、かなり可愛いアリスはね、ちょっと今後も使っていきたいなと思ったりしてますが、シンデレラね、こういうなんていうの、一番欲しいキャラっていうのがいつも、あ、2体目来た、嬉しい、2体目来ましたね。このシンデレラとかめちゃくちゃ欲しいやつは基本出ないので、いや、1000連ぐらい回しても出ないパターンが過去に何回もありましたんで、あんま期待せずですけど、絶対欲しい絶対欲しい。これ男性プレイヤーの方も結構可愛いと思うんじゃないかなと思うんですけど、で、青パスも変わりましたしね、メカも変わりましたし、そろそろね、青旗甲子園か降臨の続き来そうなんですよね。日暮らしイベント中なんですけど、来そうですよね。金曜日ぐらいなんか来るような感じがしております。いやー、どうでしょうかアリスが止まってしまったみたいで、で、今93万枚スタートなんで、ま、おー、誰か来たぞ、扇風機ロボ、やっと、え、あ、ちょっと待ってすごいことが起きてる、すごいことが起きてる、真ん中の段やばいこれ普通に回してたら4連続星さんの最後に来た、親指姫やった、ありがとうございます。可愛いね、ちっちゃくてぴょこぴょこしそうな感じ。いやー、これも可愛いけど、まだまだちょっとシンデレラ狙いたい。待って、2段目すごいんですけどすごかった、星さん4連続来てた、これは初めてかもしれない、ガチャ歴2年ぐらいですけど。いやー、親指姫でも130連ぐらいかなで来てくれましたね。いやー、星さんが来たのはありがたい、親指姫はかなりありがたいんですが、ちょっと待って、おー、アリスが止まった感じですね。ってなるとシンデレラが狙いたくなる。すごいなー、思わぬスピードで親指姫来てくれましたけど、待って、アリスが止まっちゃった、本当に2体で止まってる。え？あ、来た来た来た、よかったー、これで3体目かな。いや、なんとかキラキラまでは持っていきたいですね。3体目。ねえ、出るかな出るかな、もうゼロになるまで本当は引きたいんですけど、意地になって引くと本当に出ないので、スキップ地獄で地獄で終わるんで回した分だけ出てくれればいいんですけどね。もう心がえぐられて諦めちゃうので、いつも。青銭減っただけで、スキンがゲットできないっていうことが何回もありますからね。はぁ、これ、ね、諦め際が肝心ですよね。ちょっと息抜きしてまた別で弾けば、出るかもしれないし、回し続けたら出るかもしれないし。はぁ、どうしよう。でもとりあえず、アリスキラキラまでは行きます。今3体でしょあと7体出るまでは、回したいなと思ってます。やば。フィーバーが終わってしまった。さっきのマックスかな、星さん4連発でマックスだったかもしれない。この動画の。やばいね。アリスね、多分ちょっとちっちゃめですよね、普通のスキンより。めっちゃツボなんですけど、可愛すぎる。なんか地蔵多いな地蔵がめっちゃ来る。いやー、どうですか、静まってしまいまして静まっちゃった感じ。やばいやばい、これで今10万枚引きましたね。出ないー10万枚引き終わりました。アリスがね、3体なんですよね、あと7体なんとかお願いしたい。はぁ、あ、やばいゾーンに来た、やばいゾーンに来てる。シャーマン来た、はっ、来たやっと4体目来た。やばいぞ、これは長期戦かもしれない。なんかイベントの星にって結構もっとワンサか出てた気がしたんですけど、そうでもないよね。もうスキンの量が多すぎる、多分ガチャに入ってるスキンが多すぎて、
ちょっとね、何個か減らしていかないと確率が闇に入っていきますよ。もうすでにピックアップガチャでさえやばいですからね。こんなに貯めてこんなに出ないガチャって、はっ2体来た。アリス6体ですね。船員がめっちゃいる。船長だったかな。船員がめっちゃいるね。これで6体か。ちょっと一旦ここでおしまいにして、入れ替えて、気分入れ替えてまた回したいと思います。動画視聴だけ一回します。はい、お願いします。はい、安定の動画視聴出ない。はい、じゃあちょっと時間空けてまた回したいと思います。いや、可愛すぎるね。シンデレラは絶対にゲットしておきたいのでございます。はい、出た。親指姫2体目。やばいやばいやばい。シンデレラはまだ来ておりません。というのも、あれから単発で無言で動画外で回し続け、20万枚消費してる感じでございます。で、この状態。はー、やばい。ちょっともうちょっとだけ単発で引いていきたいと思います。はい、やっとアリススキンチェンジしました。青銭で言うと23万枚消費してます。やばいですね。ちょっとシンデレラまだ出てませんので、ちょっとまたこれは青銭貯めて狙っていきたいと思います。とりあえずはアリススキンチェンジで一旦終わりにしたいと思います。はい、では、それでは、親指姫ゲットできたので、青逃げ5の方今回はやっていきたいと思います。出た日暮らしマップ。ちょっと待って、かわいい。やっぱ小さめスキンですね。かわいい。あのね、中のちっちゃいお姫様がね、ぴょこぴょこしてる感じ。かわいいですね。ちょっとバルブはね、ちゃんとしっかり開けていって仕事したいと思います。青鬼の出現がやっぱり早いんですね、ここの。日暮らしステージは、青鬼3体の出現がめちゃくちゃ早い。その代わりフワッティはいない。けども、3人で結構、知能を使って追いかけてくるっていう。やばいな、結構なんか迷路っぽくなってて、積み場所がある。追い込まれたら、積む。ちょっと待ってね。あ、引きつけてくれてる。緑の種。うわ、出た！そこ！やばいやばい。ちょっとこれ積みそう。あ、無視された。これは都合がいいですね。よし、すごい、バルブがもう3つ開いてる。あー、待って、誰か。すごい、引き付けうまこの方。やっぱさすが、裏ステージ、5回以上クリアなさってる。待ってね、誰かやられてんだけど。あ、聞こえた。あ、そこにいるのか。生きてる？あ、動いた動いた、よかった。あー、ちょっとここやばい。やばいよ、もう、入り組みすぎてる。もう、青鬼は3体出てる。あとラスト1個。どうしようどうしよう。あそこの下か。動きがやば。かわいい。あ、ここだ。あ、すごい。早っ。みんなすごい。で、どっち行くどっち行く、こっちこっち開ける。あ、いるじゃん。いるじゃん、青鬼。ちょっと待って。危ない。右側の方がいいかな。青鬼引きつけてくれてる。お、もう開いた。すごっ。すごっ。オッケーだよ、開いたよ。あれあっちも開けてんのかな。あ、来た来た来た。引き付け、ありがとうございます。うお、優秀、すごい。プロばっかり。オッケー、青逃げ5。いけた。青ジェム稼がないとね。めちゃくちゃ青ジェムいりますよね、なんだかんだで。よし、20、少ない。青ジェムキャンペーン、ぜひよろしくお願いします。はい、ということで、今回ガチャで、親指姫来てくれましたけども、シンデレラ、また狙っていきたいと思います。ということで、今回はこの辺でおしまいにしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。よかったら、また見てください。それではまた。